お？えー、ええー、え、な、何今の。何今の。画面の前の皆様、こんにちは。村人Qでございます。お蔵町の中では比較的見つかりやすいところに破滅のトーテムがありますが、まあ頑張っていきましょう。おそらく桟橋側に1人、2人、3人、4人ぐらいはいててくれたら嬉しいなと思ったんですけど、いませんね。はい、いないです。まあ、今回ね、ちょっとね、非常に遠くから視認しやすいスキンをね、来てしまったので、まあでもなんとかなるでしょ。固有にいますね、固有に。ここの3つでも守りたいね、近いし。そこいる。じゃあ戻りましょうか。まあ今日ちなみにデイリーです。上行ってね。まあ持ちそうにないんで、よいしょ。でアドオンはですね、定規と、なんだっけ、いたずらリストか、伸びるやつと狂乱の持続時間増加で一番安いやつと、狂乱のなんだっけ、あのゲージの回復で一番安いやつ、ゲージの回復速度増加で一番安いやつをね持ってきております。このままシェリルを追いますか。桟橋はね、どうせ守りきれんので、このマップ基本的に桟橋と固有は捨てでいいんですよね。恐怖症欲しいな、やっぱりリージョンは。え、どういった。あ、こっちか。サージが発動ってことは固有ですかね。どの道守りきれんところを守りに行くのはあんま得策ではないので、まあここに釣るか。よいしょ。でパークはイタチ、破滅、サージプラスバベチリです。に釣れたのはでかいですね。もう何も考えることなくこっち側で立ち回ればいいので、よいしょ。さあ固有側に2人、桟橋方向に1人でございますが、そんなところに行っちゃうとジェーンは助からないぞ。来てる。なんだこの足跡。桟橋方向戻っていったか。シリールがこっちから来てるかな。いるね。いたね。なんか気のせいですか。気のせいです。デッドバイデイライトあるあると言いますか。よくね、いると思ったサバイバーはいないっていう DVD あるある。
いる。あれはいます。あれはいると思ったではなく、ちゃんと見ました。まあ半分か。うん、オッケー。え？よいしょ。めっちゃ来とる。よいしょ。もっと木。あそこにいる人に狙いますか。どうも。よいしょ。破滅壊されるかな。壊されてもいいんだけど、イタチあるし、発電機近いし。よいしょ。もう一個奥に釣りましょう。よいしょ。 OK。 あれがジェーンですかね。ここら辺で待ってれば、まあ、多分あそこやれないので。おう、ジェーン・ロベイロ。いいよ。これ今救助待ったのには理由があって、救助前にキャッチ、まあ、キャッチアーカイブあるんでやりたかったんですけど、救助前にキャッチしちゃうとね、ガラス変させる可能性が、まあ、多分時間的にないと思うんですけど、まああったので。あ、これもうガラス変ないよ。君もうガラス変持ってないでしょ、まあ、あとはここで見とくだけで OK ですね。ウィ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 、上に行ったか。あ、上の方が板はね強いんですよ。割るか。うん、オッケー。さあ大丈夫ですかね。ジェンさん死んじゃいましたけども、やっぱね、ああいうのはね、エースが救助に来ないとダメだ。じゃあエースをか。ここの板もね、地味に強いんで。よいしょ。まあ別にこんだけ人数減ってきたらOK ですね。離れる余裕はあるし、そこまでがっつり守らなくてもいけるっていうことですね。これ救助に行くじゃないですか。キャッチできんな。キャッチしたいな。釣るか。よいしょ。狂乱切るべきではなかったですね。つい欲が欲張ってしまいました。よいしょ。でもね、ストライクの可能性あるんですよね。これ深手治療はね、多分ね、ストライク有効なままなんですよ多分。なんかね、いくつかそのアクションを起こしてもストライク有効な場面っていうのがあったと思うんで、確かね。いないかな、来ないかな。オッケー。よいしょよいしょ。エース回復してる場合ではなくない。そんなことしてる暇あったか。あったな。
キャッチ狙いだ。多分エースがね、この丘の裏側からね、回り込んでね、来てないんですよ。え、どっから来てた今。まあ、なんだその、いいぞ、これ渇望で倒せる板だと思います。っていうかね、板キャッチしたいのよ。板乗り越えキャッチ。ああーくそ。そう、そういうのがしたいのよ私は。よいしょ。さあ、あそこにシェリル。どっちともシェリルなんで、あんまそこ気にする必要ないんですけど。意外とここ回ってるね。気にしないと。あの板乗り越えませんか。板乗り越えませんか。あそこの乗り越えなんすか。じゃあ殺す。じゃあ殺す。慈悲なんかね。やってやれ。やばい、こっち側のフックなくなっていいだ。よいしょ。処刑人の妙義を、かつての処刑人の妙義を。比較的見つかりやすい場所ですが、発電機も買った、発電機固まってるせいか、まあ、壊されないですね。わーって感じでやって、板をしっかり倒してもろてこうよ。いいぞ、この妨害アーカイブ意外と1回で終わるかもしれない。 OK、 来たんじゃない、これ。この妨害アーカイブ終わったんじゃない。来たね。いいぞ。よいしょ。まさかリージョンで終わるとは思いませんでしたけど。なるほどね、板乗り越えのところをつかめばいいんだ。え、多分妨害って多分これでも入るよね。よいしょ。お像所なんでこっちじゃなければ向こうですね。いるんだけど。この人もここのハッチに狙ってたんですけど。当てが外れたようだな。君も私も。よいしょ。さあ、というわけで終わったかな。終わったよね。よいしょ。終わっといてくれるとありがたい。え、お像長ね、こっち側に偏りがちです。こっち側、この固有と反対側ね。サバイバーの一番いいのとしてはやっぱあの OKOKOK、 あのやりづらい、あの追いづらい発電機っていうのはまあ最後に残しといた。まあ時と場合によりきりだけどね。それなりにダウンペースが早いんだったらもう諦めてその片っぽ回すみたいな、まあ、あの偏らせてもいいから、とにかく4人残った状態でラスト1台にしてしまう。偏っててもね、っていうのもあれなんですが、まあやりづらい発電機から、はい、まあやりづらいっていうか、まあキラーがね、追いやすそうな、追いにくそうなところは最後に残しておくのがいいんじゃないかなと思います。でジェーンがストライク持ってたんで、これはしっかりと救助待ったのが正解でしたね。はい、危なかったです。多分
あの救助の仕方はあったと思うんですよね。自分が死んででもとかじゃなくて、ちゃんとキャッチさせてから、あわよくばダウンでストライク食らってる間に他の人に救助してもらうみたいなね、そんな感じに狙ってたんじゃないかなというふうに思います。てなわけで、デイリーガテラリージョンでございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。